じゃん、皆さんこんにちは。今日の電気予報を始めます。今日はですね、なんとですね、あのワークマンの専務の土屋さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。私もワークマン大好きで、はいはい、ワークマン女子すごい活用してるんですね、はいはい、なので今日はすごい楽しみです。はい、はいはい、ありがとうございます。でまずですね、はい、私の、はい、ノベルティがありました、ナナちゃんうちわ、はい、はい、ぜひお部屋に飾っていただけると嬉しいです。あ、今日は冷暖房服なんですけれども、はいはい、ぜひ夏このうちわも併用していただいて、そうですね、はい、これやると涼しくなる。そうですね、はい、ぜひこれで現場も、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でも会社の ありがとうございます。嬉しい反応いただきました。はい、はい、ということでですね、はい、早速なんですけれども、はい、今も作業着着てらっしゃって、はい、とってもかっこいいんですけれども、はいはい、まず私父が現場の作業着をよく着てたんです、はいはい、でちっちゃい頃にワークマン行ってたんですけど、はい、なんかどうしても作業着ってかっこよくないイメージがあったんですけど、はいはい、今結構かっこいいじゃないですか、はいはい、なんかその辺の変えられた背景みたいなのってどんなんだったんですか。そうですね、昔ですね、ワークマンも結構かっこよくない作業服ばっかりで、はい、まあ、かっこいい許せず、かっこよくない言うとかっこよくないが8割だったんですよ。これはまずいというんで、逆転してかっこいいを8割にして、はい、あとまあ昔からある会社で使うような作業服を2割にするというんで、ある日突然気づきました。そうなんですね、はい、それはなんか現場の方からのお声とか、はい、若い方からかっこいい方がいいとかあったんですか。そうですね、だんだんの現場もですね、昔はジェネコンは派手な作業服入れなかったとかあるんですが、人手不足で、はい、だんだん規制が緩んでまして、あ、その波に我々遅れてたんですけど、はい、ある日突然気づいて、このままじゃいけないと。そうなんですね、はい、で、かっこいいデザインとかも入れられてきた。そうしたらですね、若い作業の方も来られて、はい、それまではですね、どんどん年齢が毎年 1歳ずつ上がってたんですよ。1歳ずつ毎年上がってたんですね、はい、これはまずいんじゃないかなということで、はい、ちょっと若返りしようと。そうなんですね、はい、じゃあ若い方はそれまで別のところで作業着とか買われてたんですね。そうですね、やっぱりこう専門店の、はい、そっちは結構うちと対抗するんで、あ、うちの祝いとかやったんですね。あ、そうなんですね、はい、で今だとワークマン女子とかで女性のものもありますけれども、本当、はいはいはい、高機能で安いし可愛いということで、もう行くといつも大渋滞なんですよ、はいはい、でその女性向けのっていうのは、はいはい、どうやっていつぐらいに作ろうみたいになったんですか。そうですね、これ2段階ありまして、はい、第1段階は、まあ、こういう、こう作業服、かっこいい系はですね、こうライダースジャケットになるとか、はい、いろんなアウトドアで使い始めましたから、はい、まあ、ポケットが多いとかですね、はい、でそれは男性向けのアウトドアをやろうとしたんですよ、はい、で第1号店を立川のララポートに開店したんですが、はい、その時大きな間違いを犯しまして、はい、来たお客様が半数以上女性だったんです。あ、そうなんですね、ララポートだから。そう、はい、それでそもそもララポートに出すんだったらワークマン女子の方が良かったんですよ。あ、確かに、はい、ララポートに作業着買いに行かないんですよね。そうなんです、あと男性も女性が圧倒的に多いんで。そうですよね、知らなくてですね。あ、そうなんですね。出してみて気づいて、ただワークマンプラスも男性向けのアウトドアで2年間で大体伸びる目処がつきましたんで、はい、その後ようやくワークマン女子だったんです。あ、そうなんですね、はい、そのワークマンクラスとか女子って新たな取り組みでまた違うそうだったと思うんですけど、はいはい、踏み切る時になんか社内のハレーションみたいなのとかってあったんですか。はい、そうですね、できるだけ連続に行こうと、あんまりプレッシャー与えちゃいけない会社なんで、うん、ノルマとかですね、はい、期限のない会社なんで、しない系なんで、ですからできるだけリニアにですね、こうまっすぐ行く。だから例えばこういう作業服なんですけども、はい、これにですね、白のプリーツスカートを履いてやると、はい、我々から言うとスタイルの中でタフって言ってるんですけど、タフ、はい、タフっていうスタイルになるんです、ファッション。あ、そうなんですね。だからそれも全く作業服ですよ、はい、作業服がタフになるとかですね。であとはアウトドアを女性向けにはトラベルって言った方がいいだろうと、はいはい、お客さんも多いんで、はいはい、意外と女性の方アウトドア少ないから、はい、トラベルっていう方が年1回や2回行くだろうと、はいはいはい、言って同じものを名前を変えたんです。変えてるんですね。作業服がタフで、はい、アウトドアがトラベルです。ああ、確かにそうするとなんかね、はい、食いつきやすいですよね。そうなんですよ。だから例えば作業用の明るい作業服で事故を起こさないように目立つ赤とか黄色があるんですね、はい、夕暮れとか夜間用に、はい、それは女性のスタイルでいくとビビットになりまして、あ、ビビット、はい、確かにブランドものでもね、はい、言いますよね、ビビットカラーの。だから言い換えるだけでですね、同じようなものが、はい、
あのファッションになっちゃいまして確かにおしゃれに聞こえます。はい、はい、だから言い方を変えるだけとかあと見せ方照明で結構いけちゃってるかなと思ってます。店舗もなんか雰囲気が明るくてね、はい、ワークマン女子って自体も可愛らしくて、はい、なんかおしゃれに見えますよね、はい、そうですね、はい、意外とおしゃれに見えます。あのちなみになんですけど、はい、私電気工事の免許を持ってまして、はいはいはい、電気工事屋さんとか、はい、結構いろいろ今おしゃれに気を使う方多いんですけど、はいはい、女性向けのそういった電気工事の作業着とかで、はいはい、なんか明るいピンクとか、はい、これから展開していくってってあるんですか？そうですね、あの今よくやってるのは農業用でサロペット系で可愛いやつ作ってるんですけど、はいはいやっぱりその市場そんな多くないんで、はい、やっぱり本当のこう作業系でものすごく可愛くて、うんはい、こうブランド品的な作業服、はい、これ絶対作りたいと思ってそれぜひ作ってほしいです、はい、協力お願いします。ぜひあの私があのアンバサダーやらせていただけますありがとうございます。7個ブランドということでですね、あいいですね、はい、電気工事あと電気主任技術者ね今目指しているので、あそうですか、電力業界の、はいはい、やっぱあの電気ってちょっとあるんですよ、はい、長袖じゃなきゃいけないとか、はい、あそうですよね、あと静電とかそうなんです、はい、あのいろんな器具入れるとか、あそうですよね、なんでそういうのも全部あいいですね。それって意外とあのキャンプにも使えるんですよ。そうなんです、そうなんですよ、作業着って本当便利なんですよね、はいはい、やっぱり機能性ですから、ポケット多くてなんかここにあのいろんな工具入れるともあの作業だとあのペグ入れたいとかですね。そうなんです。あと YouTuber 用もぜひ作っていただきたくて、はいはい、あのカメラとか、はい、その入れるやつとかもぜひ、ね、はい、作っていただきたい。あのキルバックってうちありまして、あそうなんです、ね、後ろにですねいろんな機材が入るんですよ。すごいかっこいい。ペットボトル6本入るとか、すごい2リッターが6本とかですから、もそれを畳むと本当のバッグになっちゃうんです。そうなんですね、キルバックが本当のバッグになるとちょっと知らなかったので、はい、それをお店行ってみたいと思います。ぜひいろんなお願いします、はい、ということで、はい、あのななちゃんウェアも決まったんですけれども、はい、ちょっと私、はい、電気の YouTube をやってるんですね、はい、でワークマンさん の、はい、そのサスティナブルな活動についてお伺いしたんですけど、はいはい、いろいろあの商品をね再利用したものを使うとかあったんですけど、はいはい、環境への取り組みっていうのは、ね、はい、力入れてますか？私どもですね、あの2030年までに半分をサステナブルにすると、意外と遅いんですけども、はい、なぜ遅いかと言いますと1円単位とも値上げしないで半分の製品をサステナブルにすると、はい、いうことなんで結構ハードル高いんですよ。そうですね、はい、値上げしないで結構サステナブルするっていうのはレベル高いですね。値上げするとですねサステナブルじゃない商品にいっちゃうんですよ。あ同じことなんですよ。だから1円単位とも値上げしないと、はい、なんかお客さんの方も、はい、持続可能で、はい、そうですね、お客さんも、はい、あのやっぱり500円高いものを買いたくないじゃないですか。買いたくないです。だから同じ値段でさせるのがあれば、うん、まあ、できるだけそっち行ってほしいと。そうですね、言うと協力できるんじゃないですかね、はいはい、あ確かに高いサスティナブルは買わないけど、はい、同じ値段なら買うっていう、はいはい、ありがとうございます、はい、で、はい、今ワークマンさん、はい、店舗たくさんあると思うんですけど、はい、電気代上がってると思うんですよ、はい、電気代対策とかどう考えられてますか？そうですね、今やっぱりあの光熱費が一番上がって、ね、はい、私どもの兄弟会社のスーパーなんかはもっとすごくて、はいはいはい、やっぱり何十万とかですね、100万単位で上がってますよね、はい、確かにあの冷房もね、はい、ありますね、あります。冷凍庫いけないんですよ、冷凍食品が、はい、であれ見ると我々はそういうものないんですけど、やっぱり明るくしないとやっぱり明るくって、はい、予算目立たないんで。そうですね、確かに。ですからスポットライトを最近使うとやっぱり電力消費高いんで、あ、はい、だからかなり苦労してます。そうですよね、はい、あの、はい、いろいろ、ね、再エネに変えていくとかって取り組みもあるかと思うんですけど、はいはい、なんか例えば、はい、あのホームページで見たのが、はい、会社の公用車を全部ハイブリッドにするとか、はいはいはい、あと CO2 削減するっていうので、はい、なんか太陽光入れるとか、はい、なんかそういった取り組みとかも考えられてるんですか？そうですね、あの大きな建物ではやっぱり太陽光つけて、はい、あとはあの、まあ、車を全部ハイブリッドにして、はい、一応対策をやっております。そうなんですね、はい、じゃあぜひ、はい、あの太陽光つけるときには、はい、ワークマンの作業着を着た方が工事に来てくれてみたいな、はいはい、あっちのお店はサスティナブルなんだっていうふうに考えてもらえるような循環式 で、あともう一つですね、はい、一番大きなのはあの製品は余らせないんですよ。あ、そうなんですね。あと女性向けの製品でも5年間続けますから。あ、そうなんですね。売れ残っても翌年低価で売るんですよ。へえ。廃棄がものすごく少なくて、それはすごい。ただこれは多分日本一だと思う、余らせない、はい、ただお客様にはあの物不足でいつも怒られてます、はい、猛烈に怒られてますただこれはいつか説明しようと思ってます、はい、これはサステナブルで非常 に、 確かにあの環境にはいいことだと、お客様にとっては全く申し訳ないことです、はい、でも確かにね、あの洋服ってね、はい、私も昔アパレルいたんですけどね、はい、売れ残っちゃうのが結構多いんですよね。多いですよね、はい、もったいないと思うので、はい、
はい、なので、はい、あの欲しいものがある方はもうとにかくすぐに行くということですね、新商品から。そうなんです、はい、申し訳ないですけど、はいはい、ということになります、はい、ということで今日もですね、はい、あの空調服楽しみにしております、はいはい、ぜひご覧体験なさってください。はい、今日はありがとうございました、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ奈々ちゃんも楽しみにしててください、はい、失礼。